い、森香です。天神サラリーマンの平日ランチということで相変わらずやっております。本日は、まあ、天神から七隈線っていう地下鉄に乗って、行く六本松っていう、まあ、10分以内ぐらいで行けるところがあるんですけれど、そこでランチをしましたので、ニーハオポンユっていうお店ですね。まあ、中華ですね。まあ、六本松の食べログの、まあ、ランチっていうかのランキングだと、まあ、1位か2位ぐらいのところなので、ちょっと気になって、いました。なんか、指原さんとかも普通に来てるみたいで、サイン飾ってましたね。なんかどうも ピーマンが有名みたいで、チンジャオロースを頼んだんですけれど、めちゃ、肉っていうかもうピーマン山盛りっていう感じで、まあ、普通に、ちょっと特に表現力はないんですけど、うまい感じではありましたね。夜来てなんかいろいろピーマン料理食べてビール飲むのが良さそうかなっていう感じでした。まあ、ランチもなんかサンダータンとか超巨大で、食べてみたいなとは思いました。そんなところで、まあ、町中華の優秀な店っていう感じだと思うので、まあ、昼も夜も、楽しめていい店かなというところです。そんなところです。